え、じゃあさ、じゃあさ、いや、ガチでちょっと、ほんとに、ほんとちょっとさ、お願いね。はいはい。じゃあさ、はい、こんにちは、札幌占い美容師さん、山口の武藤です。今回は、なんだっけ、カラーします。ビフォアの状態はこのような感じで、ちょっと前にブリーチをメッシュを入れてるんですけれども、でメッシュ少し多分入ってるんですけど、僕もちょっと入れたいと思うので、ワンプロセスできる、まあダメージレスのブリーチをちょっと入れたいと思います。色はちょっとやりながら説明をします。止めます。まず全体にカラーをして、その上にメッシュを入れていきます。で、メッシュは今日は 10% 全体の入れます。で、なぜじゃあ 10% なのかっていうことなんですけど、ブリーチはなんか傷むとかって言って結構やらないサロンもあるんですけど、 10% だったら髪をね、多少ちょっとダメージ出ちゃうけど、それで遊んでもいいのかなって気はします。髪の毛100だとした場合、50% ってどれぐらいなのかを皆さん分かりますでしょうか。例えばウィービングを取らないで、このまま3センチ幅を半分にした 1.5 センチをスライシングで染めていったら 50% だと思うんですよね。で、例えば3センチ幅のを、まあ、ちょっと3センチ以上ありますけど、3センチ幅のやつを均等に同じ幅で、取っていったら 25% やったことになるんですよ。はい。で、さらに、もっと細く、間隔を空けてブリーチを入れた場合ですね、そうすると 20% 以下になるんですよね。で、あと例えば表面を入れないとかネイプを入れないとかなると約 10% ぐらいになるんですね。っていう計算で 10% ブリーチをして、なんとなく全体的に明るく見えるっていうのが、ダメージレスのカラーなのかなと思うんで、そういう感じでちょっとやっていきたいと思うので、まず全体を塗ります。つなげると思います。はい。で、最初にこのまま同時進行でワンプロセスでブリーチも入れていくので、まず分け目っていうのをしっかり聞きます。今の場所でいいんですよね。大丈夫です。そうですね。はい。で、分け目、あとは前髪を入れるか入れないかっていうのを聞いた方がいいと思います。僕は今回ちょっと自分で考えて入れないっていうことを決めたので入れません。分け目、ここはしっかり把握しておかないと後でメッシュ入れるときにちょっと分からなくなってしまうので、基本的にイヤーとイヤーで分けて塗った方がいいです。本来イヤーという分けてないかもしれないんですけど、その方が後で作業しやすいので、通常通り、根元を5センチ開けて全部まず塗ります。根元5センチ開けて、根元は後でから塗っていきます。で、今回の薬ちょっといきます と、アプリエのグリーン、フォレストのピンク、スローのブルーです。だけです。はい。ちょっとね、変な配合なんですけど、これで大丈夫です。グリーンと赤とか、まあ、ピンク系一緒にやったりはしてるんですけど、なんか結構オレンジっぽく普通の色にしたくないので、で、ムササビトリートメントはダメージレスのためにちょっと入れてますね。今今朝根元5センチ開けてバババッとこう塗ってってます。とりあえず後で綺麗に塗ればいいので、とりあえず一回全体につけちゃいます。で、後ろはもうこれであと表面だけで塗り終わるので、根元5センチ残して全体にババッと塗っていきます。で、今度はサイドを塗ります。はい。で、根元5センチ残して毛先を染めます。早く塗れるところは早く塗っちゃった方がいいので、この辺は時短でお願いします。はい。で、前髪も塗ります。前髪も塗っていきますね。これで全体を、大丈夫かな、もでこ出して。大丈夫です。大丈夫です、もでこ出して。はい、いいですよ。丸ですね、感じが。丸丸綺麗な感じですね。そうですか。
取ってしまったら。ひどい、そんなこと。これがツワームポイントですからね。で、今度は、残液に対して、残液に対してちょっと薬を、まあ僕いつもの塗り方なんですけど、薬2個作るのがめんどくさいので、はい、残液こちら、これに対して、1液を3対1で入れます。これが1、残液3、はい、入れます。これはグリーン、アプリエグリーン、すごい黄色だ。そうそうそう、これね、黄色っぽい、こんな感じ、黄色です。これを今度は根元に塗ります。はい、根元用そう、根元はやっぱり新鮮毛があるんで、結構根元の方グリーン強くしちゃった方が、まあ赤入れてるんですけど、結構ね、黄色っぽかったですよね、うん、で、これで、はい、時短塗りします。時短塗りは上下塗るやつなんで、塗り方は別にこれ真似しなくていいです。早ければいいと思います。で、これをやとりあえず一回塗ってからコーミングして、綺麗にとりあえず形を作って、ウィービングに入るって感じなので、じゃあアプリエのグリーンじゃないとダメなのかなっていう部分は皆さん疑問に思うと思うんですけど、別にアプリエじゃなくてもいいんですけど、ただ僕がアプリエのグリーンが好きなだけなので、好みなので、別に違うのを使っても問題はありませんので、いろいろ皆さん自分の好きな感じで試してみてもいいかなと思います。はい、サイドを塗ります。サイドを今度は、はい、上下塗っていきます。これ上下の上下ってやる瞬間の時にちょっと一回空間開けると根元にあんまりつかないで塗れるので、上下ってちょっとこうベタって塗っちゃうと地肌ついちゃうので、一瞬でもちょっとこう軽く浮かすと地肌にあんまつかないで塗れます。上下ってやる時の上の後に今度下ってやる時にちょっと空間開けると地肌あんまりつかないで塗れます。でもあんまつけないとそこだけオレンジっぽくなっちゃって嫌なんで、一応塗るんですけど、あんまりベタって白髪染めみたくはつけないようにします。はい、上下一回そこでワンクッションを置くと若干これで終わりなんですけど、ここから今ちゃんと塗れてないので、この後にブリーチが入りますので、ブリーチを考えながら、あ、考えないで、ブリーチを入れれるようにしっかりコーミングしてブロッキングを取りながら全体をなじませていくような感じです。スライスを取って全体にちゃんと馴染んでるかっていうのがチェックですね。で、残液が今多少あります。これは乳化の時、カラーの乳化全部終わった時に使いますので、捨てないで置いておいてください。ではこちらのフォームを使って、はい、ではちょっとやっていきます。で、コームワープですね、こういう風にしながら全体に馴染んでるか、あと使うのはコームワープだと左手の指でこういう風に馴染ましていって、しっかり髪の毛が、浸透しているかっていうことを確認しながらやっていきます。では質問1 いきなりいきなりいきなりいくっていうはいね、ちょっといろいろ聞いてみたいなと思うんですけど、結構しずさんが答えてくれるということなので、美容室でさ、はい、美容室行きます、うん、話された方がいいですか、お話しされた方がいい、それともほっといてほしい、対応できるからな、結局手術さん的に対応できるもんね、どっちでも合わせられるもんな。そうですよ、聞く人間違えた、そう、どっちでもいけるっていうことですか。話されてても全然いいし、はい、シーンとしてても大丈夫な、全然何も思わないです。シーンとしてても大丈夫、うん、あ、この人あんまり喋んないんだなと思う。そしたらその辺、あ、それぐらい、じゃあ男性美容師さんだとして、はい、その人が男性美容師さんだとして、うん、全く喋んない人だったらちょっと、いや、喋んない人なんだなと思って、いや、なんかただ、うん、なんか、なんだろう、ドライヤーかけてる時に、うん、熱くないですかとかって確認ぐらいあればもう全然。それなかったか、ちょっとなんか嫌な感じなって感じです。あ、そっか、体力が悪くなければ、あ、体力がね、悪くない、特に問題ない全然気にしてないです。
芸能人で男の人誰好きですか？結構適当でいいんですけど。誰だろう、ガンちゃん。ガンちゃん、あ、ガンちゃんですね。例えばじゃあ、ガンちゃんが美容師だったとしたら、うん、ガンちゃんが美容師だったら逆に行きづらい？それとも行く絶対？全然行けます。行く、開いてるってなったら、駆けつけますね。芸能人、ガンちゃんっていうのが普通の人だとしてた。ガンちゃんじゃなくて、ね、あ、似てる人ですか？まあ、ガンちゃんみたいなイケメンの美容師さんで、それ気ぃ使わないで普通に言ってほしいんですけど、はいはい、イケメンの美容師さんだったらやっぱりちょっと行きたいなと思う。それともちょっとそういう人に頭触れるの緊張するか嫌だって感じ？それとも逆に、そういう人の方がでもやっぱりイケメンのガンちゃんみたいな方がやっぱいいなと思う。ドキドキしちゃう感じ？別になんかイケメンじゃなくても、うん、全然気にしないんですけど、けど、はい、すごい芸能人の誰かにすごい似てるとかだったらちょっと行ってみたいなっていう感じがあります。あ、ダメだ、それ逃げの答えですね。違うんですか？それはちょっと逃げっぽいですね。で、ガンちゃんもう無視します。じゃあ超イケメンの、しずさんのタイプのイケメンの美容師さんがいたとします、はいはい、そしたら、通う？いや、一回行ってみて、うん、あ、こんな感じなんだぐらいですかね。でも普通の、あ、上手かったら気に入っちゃう。あ、技術がね、うん、なるほどね。逃げの答えですか、これは？ちょっとね、ダメ、求めてるものではなかった。何求めてるんですか？いや、何も求めてない。特別な感じですか？え、じゃあさ、じゃあさ、いや、ガチでちょっと、本当に、本当ちょっとさ、お願いね。はいはい。じゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、これは、これは